皆さんどうもこんにちは、ジーヤマです。ジーヤマのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。さあ今回なんですけども、簡単に作れるカエルライト回収機を作っていきたいと思います。ということで、前回ね、こちらのシュルカボックス4つ分の粉雪もね、準備いたしましてやってきたので、今回はね、いい感じにですね、トラップ作れたらなと思っております。ということで、本日もやっていきましょう。ジーヤマのマインクラフト2022。さあということで、早速もうね、トラップ作りやっていきたいと思うので、まずネザーにね、向かいたいと思います。さあということで、こちら今ね、ちょうどカエルもね、こちらの方繋いでるんですが、この先にある玄武岩、ここでですね、トラップ化してですね、フロックライト集めていきたいなと思います。ということで、一旦このゲートもまたちょっと邪魔になってくるので、一旦ちょっと撤去しまして、でさらにですね、ここもちょっとね、整地というか、そういうのも必要になってくるんですけど、マグマがねちょっと危ないので、こういう感じでちょっと埋めて、マグマ抜きをちょっとしておこうかな。うん、おー、怖っ。てかこう、こうあれやな、普通に作業がしにくいな。 OK、 ということで、ざっくりではありますが、周辺のねマグマを抜くことができたので、ここから少し掘りまして、整地をね軽くしていきたいと思います。で、掘るサイズなんですけど、どうしようかな、 9×9 ぐらいは欲しいと思うんですよね。はい、ということで、こういう形で、9×9 のね幅でこういう形でくり抜くことができました。では続いてですね、ここでいいか、まずですね、こちらアイテム回収用のチェストを置きまして、まあ、ちょっとここはね納金プレイみたいになってしまうんですけど、 9×9 マスに全部このチェストにつながるようにホッパーをね並べていきたいと思います。ということで、まず一旦中心部分で、ね、ずらーっと真ん中をホッパーつなげてあげて、うわー、来るな、来んじゃねえよ、ほらほら、危ねえよって、危ねえ。はい、ということで、続いてね、このホッパーに向かって横にね、どんどん設置していきます。OK。ということで、こういう形で 9×9 のホッパーがね、設置完了いたしました。で、続いてですね、ちょっとガラスを使って、このホッパーの一マス、じゃあ2マスか。2マス上まで、ガラスでこういう形で枠を作っていきます。で、ブロックが最初からあるところは、そのまま利用して。痛い。で、今ね、僕、今こういう感じで、ちょっとマグマキューブも処理しながら作業してますけど、この感じちょっとね、邪魔とかめんどくさいなと思う方は、もういっそね、設定でピースにして、脇を制限して作業してあげると、かなりやりやすいかなと思うので。痛い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 、やばい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 、死ぬ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 。ということで、今みたいなことがあるので、これね、難易度設定をピースにしてあげると敵も部分も分かんなくなるので、こうしてあげるとね、かなり作業しやすいかと思います。完全にでも今バッチバチに囲まれたからな、いや、やっぱハード強いな、びっくりするぐらい今強かったな。で、多分今やられた時、ホッパーの上でやられたんで、多分アイテム全部入ってないよ。あれ、アイテムは、え、嘘やろ、え、ちょっと待って、え、アイテムなくなったとかないよな。え、嘘やろ、え、嘘やん、マジかよ、全ロス、嘘やん、なんで消えたん、
ちょっと一回ワールド入り直してみていいですか。いや、ちょっと一回ちょっとワールド入り直してみます。全ロスしました。え、なんでない、なんでない、嘘やろ。え、こん中入ってんの。え、なんで、なんでな、え、どういうこと。はぁ、なんですけど何も残ってない。嘘やん、完全に全ロスなんやけど。何が起こってんの。絶対バグよな。だってこの上で倒されたんやから、アイテム回収普通されるやろ。なんなん、どないなっとん、マジで。ほんまに意味わからん。とりあえず今回、ちょっと全ロスしたということもあるので、難易度ピースでね、このまま作業を続けたいと思います。 G 山のマインクラフト2022ということで、とりあえず形はね作ってしまいたいなと思います。はい、ということで、こちらね、ホッパーから2段ですね、こういう形でブロックをこういう形で囲ってあげまして、続いてはねカエルを連れていきたいと思います。連れていきたいんですけど、道具もないね。ちょっと急遽石の、石ちゃう、木の斧を使って、まずねカエル6匹捕まえてしまいます。 1,2,3,4,5,6 おるな。でこいつらを引っ張ってきまして、ここにね中心部分、ここに繋いでおきます。なので端から 1,2,3,4,5 マス、5マス目ですね。1,2,3,4,5 マス。この中心部分にこういう形でカエルを6匹連れてきました。そしたらですね、続いては2段目の部分ですね。ここに前回取ってきましたこの粉雪ブロックをこういう形で全て設置していきます。でですね、この粉雪ブロックのいいところは、今ね、ちょいちょいこのカエルがぴょんぴょん飛び跳ねてると思うんですけど、ほら上粉雪に当たってこう上の方までジャンプできないんですよね。なのでずっとねこの高さ1マスの中で保たれるということで、ある意味カエルの制限をしてるんですね、動きの。そしてですね、この先ほどフェンスを置いたこの中心部分ですね、ここの上側にはガラスブロックを1つ設置しておきます。そしてまた残りね粉雪をこういう形で入れていく。 OK ということで、こういう形で1マス開けてね、上側にこういう形で粉雪が設置完了いたしました。さあ続いてはですね、こちらこの雪ブロックね、普通に行ってしまうとあれなんで、ちょっと足場としてね今あるこのブロックでちょっと行かせてもらうんですけども、ここまで来たらですね、続いてこのチェーンを用意いたしまして、こう4つねこういう形で設置します。そしてさらにもう1個チェーンをこういう形でね設置してあげて、この中心部分にね仮ブロック設置しておきます。で今だけちょっとここ周り囲っとくか。この間にですね、この中心部分に今からゴーレムを召喚して入れたいなと思ってるんですけど、これ周り雪に落ちとゴーレムをね沈んでしまうので、ちょっと慎重に作りたいなと思います。ということで、これで、ゴーレムをここに召喚しましょう。いきます、せーのポン。でここの足場を崩してやって、間に入れたい、間に入ってくれ、間に入ったー、やばいやばいやばい、あ、船、うわー、待ってくれ、ちょっと待って、やば、ゴーレム脱走した。ちょっと待って、とやりにくいからやっぱあれやな、また雪沈まないように、川のブーツ作りに一瞬ちょっと戻りたいと思います。それではせーの。はい、ということで一旦ね川のブーツを履いて戻ってきました。でゴーレムがちょっと言うこと聞いてくれないので、この中に入ってほしいよな、入ってほしいんだよね、無理かな、うーん難しい、
あー埋まった。こういう感じで埋まっちゃうんですよ。あーやばい。あー危ねえ。チェーンはあとこうやってつけた方がいいかもしれないですね、もしかしたら。あーまた埋まった。バカ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 。あぶね。バカ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 。何やってんのって。ちゃ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 、この中心に折ってほしいの。中心に折ってほしいんやって。オッケーオッケー。これで。どこも行くな。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 オッケー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 。これでいけるんだ、じゃあ。オッケーで、このチェーンで高さ3マス分ね。こういう形で四方囲ってあげます。 OK、 やっと置けた。そしてその上にですね、別にしっかりねトラップとしてこの場所を作ってるわけじゃないので、このマグマキューブがこう飛んできてこの上に乗ってしまうっていうこともあるので、この上にこういう形でここにも雪ブロックをこういう形でね設置してあげます。 OK。 まあめちゃくちゃ適当というかね、ズボラ式と言いますか、まあ、ざっくり作っている装置ではあるんですけど、ちょっとゴーレム回復させてあげる。 OK。 これでですねマグマキューブがこうゴーレムに敵対してですねこっちの方に向かってくるんですけど、この粉雪ブロックのおかげで下にこう埋まってしまいます。こうなった時に粉雪のダメージでどんどんマグマキューブが一番最小のサイズに、ね、なってしまうんですけど、そこでこのカエルがマグマキューブを食べましてブロックライトになっていくと、そういう仕組みになっております。なのでもうほんまにちょっと掘って雪積もらせて、カエルとねゴーレムを配置して完成という超簡単な仕組みになっております。でこの上ね、カエルが抜け出さないように囲っておいて、オッケー。G山のマインクラフト2022。オッケー。ということで、これで装置としては多分完成したと思うので、こちらね、設定難易度ピースからまたハードに戻しまして、多分でも近くに降りすぎると多分湧かないかもしれない。少し離れてみましょうか。少し離れて、あ、これでマグマキューブ今湧きましたね。で、あ、今ちょっと、飛び移ってね、上の方行ってしまいましたけど、こういう感じでどんどんやられてますね。で、マグマキューブが雪によってこういう感じでダメージを受けてちっちゃくなったところをカエルが食べていくと、いい感じしちゃいますかこれ。ええやんええやん。どんどん壊れていると思います。どんどん減ってるの分かりますもんね。でこの中にうわ来てる。こちら3色しっかり来てますね。ええやんええやん。オッケー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 。しかも結構均等に来てるな。やっぱ同じ数ずつね入れてるんで、こうやってまあ多少のね食べる差みたいなのが出てくるかもしれないですけど、位置的な問題でね、比較的同じバランスぐらいで増えていくんじゃないかなと思います。ええやんええやん。オッケー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 。 G 山のマインクラフト2022。はい、ということでこういう感じで今回ね全然難しいことしてなくて、ほんまにバイオームにこういう形で少し掘ってこういう形でね配置しただけなので、多分皆さんもめちゃくちゃ簡単に作れるんじゃないかなと思っております。マグマキューブめちゃくちゃ危ないです。僕もねフル装備してましたけども、まあ、全ロスしたということもあるので、本当にね皆さんも気をつけながらですねトラップ制作していただければなと思います。ということで、今回はねこの辺で終わりにしようかなと思います。今度が良かったよとか、全ロスしてしまって、これからも頑張ってほしいですとか、応援していただける方おりましたらね、チャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。